リハーサルで、式外に立つ、ノリントン・サー・ロジャー・アーサー・カーバー・ノリントンは、イギリスの指揮者。時代楽器や時代様式を用いた、バロック、古典派、ロマン派音楽の演奏で名を知られる。ノリントンは、ケンブリッジ大学、クレア・カレッジで、そしてエイドリアン・ボールトラの元オリツ音楽大学で、学んだ。ノリントンは1960年代テノール歌手として、働き、 1962年にシュッツが唱団を設立した。1969年から1984年にかけてケントオペラの音楽監督だった。1978年にロンドンクラシカルプレイヤーズを設立し、シュットガルト放送公共楽団の主席指揮者になる1997年まで LCP の指揮者を務めた。 その他多くの指揮者のポストについている。ノリントンの速いテンポとノンビブラート奏法の使用、そしてそこから生まれるピュアトーンはノリントンに賞賛と批判の両方をもたらした。ノリントンは多くの指揮者が演奏するには、速すぎると感じるベートーベンの公共曲のメトロノーム指定に忠実に従うのである。ノリントンは1980年に OBE、 1990年に CBE、1997年にナイトバチェラーに助されている。ありがとうございます。